南吉をね、はい、本多正信がどうする家康で見た通り三河の一向一揆で弟正成とともに一向主眼につきましたよね、はい、で父の利政はそれでも家康に尽くします、うん、一揆後は正信が出奔してしまったんでどうなるのかなってことだったんですが、利政は恐縮したのかなんと武将から鷹城になったとされるんですね。だから正信の帰参時に鷹城から再スタートしたのも、うん、これに関連してるんじゃないかっていうような考え方もできると思います。今回の動画は以上です。